こんにちは、グラストニアコンシェルジュのマスターです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、で本日はですね、花嫁様がとても気にされているポイントかなと思うんですけれども、ドレスであったりブーケ、あとはヘアスタイルっていった全てのトータルコーディネートのご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、それではですね、本日もお手伝いをいただきますスタッフをぜひご紹介したいと思います。それではお願いします。はい、こちらですよ。こんにちは、ありがとうございます。もうこちらで YouTube でもおなじみのスターでございますが、フラーデコレーターの吉山さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、本日もご紹介させていただきたいのが、こちら今日モデルさんに今日来ていただいているんですけど、ドレスと、あとはブーケと、あとはヘアスタイルですね。こちらのぜひトータルコーディネートっていったところをご紹介していくんですけれども、ぜひちょっとブーケがとっても、おしゃれ。ありがとうございます。思うんですけど、はい、もう本当に今はバックにアルガンテの会場の階段がバックにあるんですけど、すごい全てがこう、もう何ですかね、ワンシーンかのような収まりがすごい綺麗なんですけど、ぜひこちらのブーケの、こちらのまあドレスに合わせて、このブーケを選んでいただいたポイントっていうのを教えていただいてもいいですか。はい、はい、まずはお色目が、ネイビーのドレスに合わせて結構かっこいいスタイルになるように、ワインレッドのお色を選ばせていただきました。はい、はい、確かにちょっと真っ赤ってわけではなくて、ちょっと、ね、ワイン風といいますか、ディークの青色味がすごく際立ったコーディネートですね。はい、ありがとうございます。あとはちょっと縦長というか、結構ブーケのイメージだとこう広がったイメージがすごく強いんですけど、はい、すごい縦長のスタイリッシュな形なんですが、そうですね、はい、クラッチブーケになるんですけれども、はいはい、こう縦に長くこう作りすることによって、はい、シャープさと、あとかっこよさが出ますので、はい、ドレスに合わせて、形はこちらの形で、はい、選ばせていただきました。ありがとうございます。確かにすごくなんかスタイリッシュというか、新婦様の印象も、まあ、それこそウェディングドレスからお色直しで、ウェディングドレスでちょっと可愛らしい雰囲気にされていらっしゃっても、こうお色直しで一気にかっこいい印象にお作りいただいても、すごくゲストの方の印象っていうのがまた、なんか印象変わって可愛いねとか、印象変わってかっこいいねっていう風に感じていただけると思いますので、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。あとはお花も、はい、すごくおしゃれ花嫁様に人気のカラーっていうお花と、あとはダリア、あ、ダリア、はい、はい、ポイントになっているので、そちらもすごく目を引くデザインになっていると思います。ありがとうございます。こちらも本当にお花で、ですよね、これお花です、なんですよね、はい、すごいなんかあんまり見たことないお花なので、ちょっと特徴的ですごいかっこいいなって印象なので、それこそおしゃれな花嫁様だとすごくポイントになると思いますので、ぜひチェックいただければと思います。はい、はい、ではまた別の動画でも、実はこのドレスに合わせた別のちょっとコーディネートっていうのも、はい、ご紹介させていただいてまして、結構ブーケだけでも印象ガラッと変わりますので、ぜひチェックいただけると嬉しく思います。はい、ではぜひチャンネル登録の方もしていただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。